皆さんはペットを飼ったことがあるでしょうか。私も今番犬として2匹の雑種犬を飼っています。番犬としてと言いましたが、ここは山の中ですので、自然と共存していく中で安全に暮らさなければなりません。そのため犬たちにはある仕事を与えています。それは敷地内に入ってくる他の動物を追い払ったり、何かが侵入してきた時に直ちに知らせたりする仕事です。夜通しこの役割を忠実に担ってくれていますので、ある意味私は犬たちに感謝の念があります。犬たちが朝から寝ている姿を見ると、夜勤お疲れ様という気持ちにもなります。それゆえ犬たちを養うのが当然だと思っていますし、また愛おしくもあります。この犬たちと私の関係は、通常の飼い主とペットの関係とは少し違う部分もあります。なぜなら、愛し愛される関係というだけではなく、お互いに相手のために働き奉仕し役に立っているという相互作用が生じるのでした。そのため犬たちには過酷な自然の中でたくましく生きていくために、時には厳しく接する必要もあります。確かにペットが可愛い可愛いという気持ちは、多くの方が実際にペットを飼っている一番の動機だと思います。すなわち、飼い主とペットとの愛し愛される関係こそ、飼い主に幸福を添えるものだと思います。このようにペットを愛することによって、自分も愛されたいという愛の基本の関係は、ペットを飼うことでささやかに体験できると思います。そして神様もこの愛し愛される関係を大切にされるのです。神なる存在は愛の存在でありますが、愛の対象者として御子イエス・キリスト、御使い、そして私たち人間を必要とされました。さて、皆さんはお庭に何かの種を植えたことがあるでしょうか。なぜ種を植えるのでしょうか。それは、ある種類の花や木を自分のお庭に植えることによって、その花や木の実を楽しむ恩恵に預かることができるからです。つまり、人間が植物のために働き奉仕することによって得られる恩恵を期待して種を植えるわけです。剪定をして不必要な枝を整理してあげたり、土の状態を改善したり、植物に手をかければ手をかけるほどたくさんの花や実がなったりします。それはまるで人間の側からの働きかけに応えるように、植物も人間が喜ぶ状態を提供してくれる相互作用が生じてくるのです。これもまた植物との愛し愛される関係がお庭や畑に再現されているのです。同じように神様もとっておきの種をある畑に植えられました。それは、神様が手をかけることによってたくさん花が咲いたり実がなったりする素晴らしい畑でした。実はその畑こそ私たち人間なのです。人間がどのようにして創造されたか、聖書の記述を見てみましょう。主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその花に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。
聖書によると、人間は土の塵でできています。実際、人間の体を構成する成分は、有機物である土とほとんど同じです。その証拠に、エジプトのミイラは土の人形のような状態で、非常に栄養素が豊富な畑の土と同じような状態なのです。このように神様はアダムという人間の畑にご自分と同じ性質の愛の種を植えられましたが、それによって神様と人間のお互いの役割である相互作用が生じるのでした。それは神様が人間を愛し、養い、祝福し、そして人間はその神様の愛に人生をかけて応え、その幸福な生き方によって神様がどれほど愛のお方であられるのかを全宇宙に証明するのでした。そういえば以前、私たち人間はなぜ作られたかというお話の中で、人間が生きている聖霊の宮であるというお話をしたことがありますが、この聖霊が人間の聖女に住んでいる状態こそ、まさに人間の畑に愛の種が植えられた状態でした。そして神様はアダムという素晴らしい畑に、神様がご用意された愛の種とは違う種が植えられることがないように、人間が心を守るように教えました。しかし、善悪を知る木からは取って食べてはならない。それを取って食べるときっと死ぬであろう。しかし皆さんもご存知だと思いますが、その畑には実際愛の種とは違う種が植えられてしまったのです。エヴァは悪魔サタンの誘惑によって創造主との関係を維持するよりも自分の意思を優先させるという自我の種を植えてしまい、アダムもまた神様との関係よりもエヴァとの関係を優先させるという自我の種を植えてしまったのでした。この自我の種は雑草のようにあっという間に成長する厄介な種なのです。事実、アダムとエヴァはこの自我の種を植えた直後に、この種の実である炭の実が次々と実っているのを聖書の記述から確認することができます。すると、二人の目が開け、自分たちの裸であることが分かったので、イチジクの葉を綴り合わせて腰に巻いた。彼らは日の涼しい風の吹く頃、園の中に主なる神の歩まれる音を聞いた。ここですぐに罪の実の出現を確認できます。それは自我に基づく羞恥心です。最初に人間が創造された時、彼らは聖霊の宮として神様の愛の種が植えられている存在でしたので、神様のご栄光が体に溢れていました。それはまるで光の衣のような栄光をまとっている状態でした。しかし罪を犯した今は、聖霊の宮から聖霊は去ってしまい、そこに自我が居座るようになりました。今まで神の栄光が輝いていた状態から、現在の私たちと同じみすぼらしい罪人の状態になったので、その状態を恥ずかしいと思うようになったのです。さらに、それに引き続き、また次の罪の実が実りました。
それは彼らの心に初めて神様との聖なる交わりを避けたいという思いが湧き起こったのでした。そこで人とその妻とは主なる神の顔を避けて園の木の間に身を隠した。さらに罪の実はどんどん成長し、確実に人間の心を蝕んでいきます。アダムに罪を犯した事実を確認される神様に対して、このような状況に陥ったのはあなたが私に女を与えたからでしょう、と言わんばかりに、神様に対して責任転嫁するほどまでになってしまったのです。神は言われた。あなたが裸であるのを誰が知らせたのか。食べるなと命じておいた木からあなたは取って食べたのか。人は答えた。私と一緒にしてくださったあの女が木から取ってくれたので私は食べたのです。もし皆さんの畑に雑草の種が混じったらどうされるでしょうか。そのままではおそらくその畑はあっという間に雑草によって荒れてしまうでしょう。そうなる前にその雑草の種を一粒一粒探し出して拾い上げるでしょうか。それは現実的に不可能だと思います。それと同じ自我の種が植えられた私たちの心の荒れた畑を神様はどうされるでしょうか。見捨てて耕作放棄されるでしょうか。いえ、創造主ご自身が唯一愛の種を植えることがおできになられるお方です。神様は永遠に失われる運命に陥った罪人に対してもう一度荒れた畑を耕し直して愛の種を植え直すという救いのご計画を罪人アダムに持ちかけられました。しかしこのことをなすためには、ご自分が新しい愛の種となって地に落ちて死ぬ必要がありました。よくよくあなた方に言っておく。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。しかし、もし死んだなら豊かに実を結ぶようになる。つまり、罪人となった荒れた畑に神様の新しい愛の種をもう一度植え直されるために、御子イエス・キリストの犠牲の種が提供されなければなりませんでした。それが十字架の死なのです。そして、この犠牲の功績によって、罪人の荒れた畑に撒かれていた罪の種は最終的に取り除かれ、神の永遠の畑としてもう一度回復することができるのです。これが神の契約なのです。私は恨みを置く。お前と女との間に、お前の種と女の種との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。この神の契約は、悪魔サタンの自我の種であるお前の種の問題に対して、女の種であるアダムとエバの子孫の中からイエス・キリストがお生まれになるという神の犠牲の計画を明らかにしています。そしてキリストはかかとを砕く経験をするために地上にお生まれになり、さらに十字架の死の功績を打ち立てることにより、罪の頭を砕くことになるというのです。これは神の契約の招きに応じた罪人にとって自我の種が最終的に除去されるという希望の契約でした。
しかし実際、罪人はいつの時代も心の畑に自我の種がまかれた状態で生まれてくるようになりました。この神の契約が成就して自我の種が最終的に除去されるまでは、心の中で自分の罪との大相当が長い人生において繰り広げられるのです。さらに残念なことに、悪魔サタンがどんどん植え続けようとする自我の種は、一つの種類だけではありません。雑草にもいろいろな種類があるように、自我の種も多種多様であり、その実である罪の実を心の畑にたくさん実らせてしまうのです。肉の働きは明白である。すなわち、不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、まじない、敵意、争い、そねみ、怒り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、円楽、およびその類である。私は以前も言ったように、今も前もって言っておく。このようなことを行う者は、神の国を継ぐことがない。これらの罪の行為は、悪魔サタンが最初に植えた自我の種に属する、多種多様な種から収穫された実なのです。例えば、敵意はどこから来るでしょうか？それは、相手が自分の自我とどのような関係であるかによります。もし相手が自分の自我を満足させる存在であるなら、その人に対する敵意はないでしょう。しかし、相手が自我に反対する存在であるならば、憎しみという感情が湧き起こります。すなわち、すべて罪に関連する精神の根底には、相手が自我にとってどのような立場であるかということが大いに関係するのです。つまり、罪人の人生とは、文明社会の中で自我を満足させる罪の知識をどんどん増し加えながら、言い換えれば多種多様な自我の種をどんどん心の畑にまきながら、その罪の実を収穫して罪を犯しているのです。そして、図らずしてこの自我の種の種まきの働きを担ってしまっているのが、罪人なる親の存在なのです。子供たちの幸福の大部分は、両親の手の中に握られている。子供たちの品性の形成という重要な働きが両親に任せられているのである。子供の時に受けた教訓は一生涯の間付き従うであろう。両親は種子をまき、その種子は芽生え、善か悪かの実を結ぶのである。両親はその子供たちを幸福か不幸かに育て上げることができるのである。私にも娘がいますが、まだ彼女が小さい頃、私は携帯ゲームを与えました。私自身もゲームにはまり、何時間も没頭して遊んでいた過去もありました。それゆえ、子供をもっと楽しませたいという悪気もない思いだけで、携帯ゲームを与えてしまったのです。娘はこの時、ゲームは楽しいものという本来人間の人生教育にとって不必要な種が親である私によって心の畑にまかれてしまったのでした。このような失敗は親ならば誰でも経験があるかもしれません。これはまるで何の悪気なしに子供に
初めてチョコレートをあげて以来、子供はチョコレートの美味しさを知ることとなり、その結果、チョコレートを得るためにはお店で万引きをするというとんでもないことに発展することすらあり得るのです。また同様に、私たちの親も悪気もなく、私たちの心に多種多様な自我の種を植えたことによって、現在の私たちの心の中で起こっている罪との戦いにとっても苦戦を強いられることになります。真理を曲解させるような内容を持つ本は、子供や青年の支柱に置いてはならない。私たちの子供が教育を受ける過程において、罪の身となることの分かっているような観念を取り入れさせてはならない。さらに私たち自身も、わざわざ経験しなくて良いことに手を出すことがあります。その時、私たちは心の畑に新しい種類の自我の種をまくことになります。例えば、お酒やタバコを初めて経験する理由は、ほとんどの人が周りの大人がやっているからとか、かっこいいから自分もやりたいという些細な理由です。このような軽率な動機でまかれた種は、時には病気の症状に至るまで成長し、アルコール中毒や肺がんなどになって人生が台無しになることすらあり得るのです。つまり、病気には原因と結果があり、その原因を追求していくと、最初に心にまかれた自我の種に行き着くのもまた事実です。そしてその結果として、人間は苦しい経験をする罪の実の刈り取りがあるのです。それが多くの人の人生を不幸にしている根本的な問題です。すなわち、どのような種が心にまかれるかによって、人の人生は幸福にも不幸にもなりうるのです。間違ってはいけない。神は侮られるような方ではない。人は自分のまいたものを刈り取ることになる。自然界の神の法則によれば、原因があれば必ず結果が生じるということである。収穫によって何がまかれたかがわかる。どの種でもまいた種の実を刈り取る。人生においても同じである。私たちは皆、憐れみ、同情、愛などの種をまかなければならない。なぜなら、まいたものの実を刈り取るからである。また、利己主義、利己心、自尊などの性質やわがままな行動には、すべてそれ相当の収穫がある。利己的な生活をして、肉の種をまくものは、その結果として滅びを刈り取るのである。神は人を滅ぼすような方ではない。滅びに陥る者は自分で自分を滅ぼすのである。良心の警告を顧みない者は、不信の種をまいて必ずその収穫を刈り取るのである。私たちは今まで自由に新しい経験や知識を得ることができましたし、これからも何かの種をまくことでしょう。しかし、そのまかれる種がどのような種であるかを判断しなければならないということです。その時まかれる種がもし自我の種の仲間であるならば、私たちが罪と戦う時にとても苦戦を強いられることになります。その責任は結局は自分に問われることになるからです。愛する若い友人たちよ、
あなた方の巻くものをまたあなた方は刈り取る。今はあなた方にとって種まきの時である。収穫は何であろうか。しかし良い種を畑にまくこともできます。その良い種はどこにあるでしょうか。それは聖書の中にある御言葉の種になります。そしてこの良い種はすべて神様の愛の種に結びつく多種多様なキリストの品性の実を収穫することになります。種まきは御言葉をまくのである。キリストは真理を世界にまくために来られた。人類の堕落以来、サタンは誤りの種をまき続けてきた。サタンは偽りによってまず人間を支配したのであるが、今もなお同じ方法でこの地上の神の国を覆し、人々を自分の支配下に置こうとしている。キリストは天国からの種まく者として真理の種をまくために来られた。神の言葉は種である。どの種の中にも発芽力がある。種の中に植物の命が含まれている。そのように神の言葉には命がある。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命である。私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を受けるとキリストは言われる。神の言葉の中にあるすべての命令とすべての約束には力、すなわち神の命そのものが宿っている。それであるから命令は成し遂げられ、約束は果たされる。信仰によって言葉を受け入れる者は神の命と品性そのものを受けているのである。確かに私たちの心には生まれつき自我の種がまかれていますが、それでも聖書の御言葉を読み、そこに書いてある神の契約を信じて、その招きに応じる者、またそのために自分の罪を悔い改めて、神の契約条件である神の律法を信仰によって守れるように祈り求める者には、必ず神様の多種多様な愛の種を荒れた心の畑に撒いていただけるのです。そしてその収穫の実はキリストのような清い品性、すなわち聖霊の実になります。しかし御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であって、これらを否定する律法はない。しかしせっかく愛の種を植えていただいても、それが育たなければ意味がありません。自我の種は一度植えられてしまったら、悪魔サタンの誘惑によってどんどん育ちます。その葉っぱはあっという間に生い茂り、心を暗くし、愛の種は常にこの影響力によって光が阻まれ、成長が阻害されています。まかれた不信と悪の種は容易に引き抜けない。サタンはいつも疑いを募らせるので、それは育ち、強くなる。まかれた良い種は育て、水をやり、優しく世話をする必要がある。なぜならその成長を妨げ、
枯らそうとあらゆる有害な影響が辺りに撒き散らされているからである。サタンは以前にも増して熱心に努力している。欺くための時間が短いことを知っているからである。それゆえ愛の種を育てるためには神様の聖霊の力を求めることによって育てていただかなければなりません。これは常に良いものを求め続ける日々の積み重ねの生き方になります。しかしこれがキリストのような品性を発達させる唯一の方法である。またいかに自我の種をまく機会をその都度放棄し心を吟味して守るかが非常に重要な作業となります。神様の創造の力と私たちの熱心な努力の協力関係によって成し遂げられる忍耐を要するクリスチャンライフなのです。種そのものの中には発芽の力、すなわち神ご自身が植え付けられた法則が備わっている。しかし、もしそのままに放っておけば、種は芽を出す力を持たない。穀物の成長を促す上に、人のしなければならないところがあるが、しかしある限界を超えては、人間は何一つすることができない。そこは、ご自身の全能の力を持って、種まきと収穫に屈しいつながりを持たれる神に頼らなければならない。種の中には命があり、土の中には能力がある。しかし、そこに無限の能力が夜も昼も働くのでなければ、種は収穫物を生ずることができない。乾いた畑が雨によって生気づけられ、太陽によって熱を与えられ、また地中の種に電気が通じなくてはならない。創造主によって植え付けられた生命は、創造主によってのみ呼び起こされる。種が成長し、植物が発育するのは、すべて神の力によるのである。種は神の言葉である。地が芽を出し、そのが蒔いたものを生やすように、主なる神は義と誉れとをもろもろの国の前に生やされる。自然界と同じように、霊的な種まきにおいても、生命を作り出すことのできる能力は、ただ神にだけある。愛の種を育ててくださる神様は、私たちの心の畑に雨を注がれます。それが聖霊の感化になります。今、新型コロナウイルスによって、それぞれが自粛する中にあっても、この聖霊の雨は、愛の種を収穫に向けて成長させるため、すなわち、私たちの品性を清めるために降り注いでいます。大祭司イエス・キリストはまだ天の至聖所でこの聖霊を注がれる取りなしの働きを継続しておられるからです。神は肉体の苦しみを和らげることを通じて心に近づかれる。真理の種が心にまかれると、神が水を注いでくださる。この種が生命の印を見せる前に、多くの忍耐が要求されるかもしれないが、ついにはこの種は芽を出し、永遠の命へと実を結ぶのである。しかし、いつかは梅雨が明けるように、
いつまでも雨が降り注がれるわけではありません。今、品性を清める時期に、先の雨を十分に求めていなければ、神様から再び植えていただいた愛の種は、真夏の猛暑に耐えることができないでしょう。しかし、新型コロナウイルスで自粛している間に、神様との関係をより親密にする先の雨を熱心に願い求めるならば、近い将来、神様の作物である私たちを収穫に至らせるために、特別に与えられる後の雨を経験できるでしょう。この後の雨こそ、最終的にサタンが最初の人類に撒いた自我の種を唯一除去されるための神様の大いなる御業なのです。シオンの子らよ、あなた方の神、主によって喜び楽しめ。主はあなた方を義とするために秋の雨を賜い、またあなた方のために豊かに雨を降らせ、前のように秋の雨と春の雨とを降らせられる。ぜひ皆さん、新型コロナウイルスの影響がなくなるまでただ不安のうちに過ごすのではなく、今こそ悔い改めて愛の種を神様によって心に植えていただき、さらに品性の清めである聖霊の先の雨を祈り求めましょう。そしてその先に約束されてある後の雨に預かることによって、自我の種を取り除いていただける約束を希望として、神様の収穫の日に向けて準備していきたいと思います。神様はその収穫、すなわち再臨の時を心待ちにしておられます。最後にヤコブ書 5-7 をご一緒にお読みしてお話を終わりたいと思います。だから兄弟たちよ、主の来臨の時まで耐え忍びなさい。見よ、農夫は地の尊い実りを前の雨と後の雨とがあるまで耐え忍んで待っている。それでは、一言お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、私たちのような汚れた、また罪深いこの荒れた畑に、あなた様は再び愛の種を撒いてくださることを今日学びました。どうぞこの罪深い私たちをお許しくださって、イエス・キリストが十字架の死によって、そして植えられたこの事実を私たちが信仰によって受け入れるときに、豊かに実を結ぶというあなた様の約束を信じたいと思います。どうぞ私たちの心の中に自我の種がすでに植えられておりますが、その自我の種の影響に勝利することができますように、また植え続けることがないように、どうぞ正しい道を選択する力を先の雨によって私たちにお与えくださるようお願いいたします。そして新型コロナウイルスが猛威を振るっているこの中にあって、私たちは後の雨を希望として、自我の種を取り除いていただけるこの約束を信じて準備していきたいと思います。どうぞあなた様のご計画がこの身になりますようにお願いいたします。この祈りを感謝して、救い主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。